シュミズは、新末民発の軍人、革命家、政治家。新末は、幸福会の一員として活動。民国期における、節軍の創始者、指導者の一人である。字は、スケジン。1905年、南洋陸士学堂を卒業。石膏省特連講書、参謀所に赴任した後、不評隊第二表出時間に就任した。シュミズは、 革命派の思想に共鳴し、1906年に幸福会に加入し、その一方で中国同盟会の活動にも参加した。主は、習近の活動にも参加したが、1907年に習近が処刑される。主も疑われたが、石膏省有力者のつてにより、危うく追求の手を逃れた。1909年、主は、 暗記省に転任し、暗記特連公書参謀どころ、日下げ長兼即衛学堂監督に就任した。1910年、主は、石膏省に戻って、不評体映艦隊に就任する。その裏で、石膏省における、幸福会の再建に奔走した。1911年11月4日、武将危機に抗応して、革命派が、石膏省でも、革命を発動する。 シュミズもこれに参加し、公衆を占拠した。さらに、古軍と特鎮その美が、南京攻撃の指令を出すと、節軍死体長として参加した主は新軍を撃破する。12月3日、南京を占領した。シュミズは、節軍第一鎮闘政官に任命され、南京にそのまま駐留した。 1912年1月16日、霊元広氏を領収とする政党民社に、朱水は発起人の一人として参加した。この頃から、朱は、遠征外指示を明確に表明するようになる。4月、中華民国臨時政府が北京に選都したため、同月、朱は、石膏省に戻った。5月、民社が、他の政治団体と合流して、共和党を結成すると、 主もこれに加わった。その頃、石膏省の軍人は、日本留学経験者の集団と、江南陸士、補定促成学校卒業生の集団との間で、対立が起きていた。主水は、当社の集団に擁立され、当時の石膏都督、省武之を辞職に追い込んだ。7月23日、主は、遠征外から正式に、石膏都督に任命された。 1913年の二次革命では、主水は中立を宣言し、革命派に協力しなかったが、積極的な討伐の姿勢もあまり見せなかった。このため、園政外の裁議を受けるようになってしまい、以後の主は、懸命に園を支持するようになる。園の皇帝即位には、早くから積極的支持を打ち出し、1915年12月12日に園が、 皇帝に即位すると、主は一等皇に封じられた。ところが、五国戦争が勃発すると、主水は、またしても、態度表明を引き延ばす。ようやく1916年3月に、兵国将ら五将軍と共に、遠征外に、帝政取り消しを促す秘密電報を打った。その後の、さらなる事態の進展の中でも、主は、いずれの騎士も、鮮明にしえず、 中立宣言に止めようとした。しかし、このような態度は、石膏省内各階層にくすぶっていた、五国軍支持の世論を逆なでしただけだった。ついに4月12日、旅勤持ちが五国軍支持派によるクーデターが発生し、主は、上海へ逃亡した。その後、かねてから患っていた肺病が悪化し、天津に移った後の同年8月3日、死去した。年34、 ありがとうございます。